採れたてミフォファーム通信。はい、どうもおはようございます。採れたてミフォファームの様子を今日もお届けしたいと思います。今日はちょっと曇ってるからそんなに暑くないかなと思って遅めに来たらやっぱり暑かったです。わあ、また大きい虫が、カナブンが、カナブンなのかな、なんかすごいいるんですよね。ではでは、こちら枝豆ゾーンですね。枝豆すごいね、鞘がついて、もうそろそろこのいっぱいついてる、なんだっけな、湯上がり娘だったっけね。ちょっとなんかカタツムリがやたらといるんですよね。あとちょっとカメムシにね、葉っぱが食べられちゃってて、見つけたらやっつけてるんですけどね、なかなか被害がね出てしまいますね。そしてポップコーンのトウモロコシめちゃめちゃついてて、すごい上をね、なんか上が見えてきちゃう、葉っぱがないのか、ヒゲがなんかこう分かれてきて、なのでネットをかけてくれました。で、今日はもうそろそろこのバターナッツ、このなんか緑の線がなくなったら収穫時みたいなので、ちょっと今取ればまた新たに実がつくんじゃないかっていうことでね、今日ちょっとこれは取りたいと思います。あ、ミツバチがいますね。レッグウォーマーみたいに花粉が足についてる、かわいい。さあ、そしてあとかぼちゃも、もうあの茎わーわーわーブンブン言ってる、かぼちゃも茎がコルク状になってきたのでね、取ろうと思います。なんか変なまだらのかぼちゃになっちゃったけど、どんなのが取れるんでしょうか。何個かね、もう取れそうなので、これも 取りたいと思います。あと四角豆ね、実がもう大きくなったので今日取ろうと思うんだけど、まだ2つしかできてない、取れそうなのが。でもちょっとあんまり巨大化すると硬くなっちゃうんでね、もうこれは取ろうと思います。結構なんか見た目がさ、不思議な形してるから悪強そうって思うかもしれないけど、すごいね癖がなくて食べやすい、本当に油炒めとかにするととっても美味しい野菜です。断面が四角く見えるから四角豆って言うんだけど、そしてつる伸びすぎ、これちょっと横に隣のねインゲンのネットに、これこっちにね行ってほしくて、横に這わしてたけど、やっぱ習性的に上に行っちゃうみたいですね。うん、そんな感じですかね。ちょっととりあえず作業したいと思います。今日はイチゴの畝の草抜きをしました。あと落花生の株元に土を寄せて、そしてニラを丸刈りにしました。めっちゃニラの匂いがする。そんな感じですかね。やつやつ、めっちゃ暑い。ジニアが満開です。そろそろ帰ろうと思います。それではまた。